はい、拍手お願いします。うん、 OK。 少なくとも2種類未来の話が出てきたのは聞き分けてた？2種類出てきてたよね。え、あの一つ目は何でした？誰か教えてください。一つ目は近い未来と遠い未来と、はい、どうぞ。ああ、それはあの近い未来と遠い未来の話をしてます。どっちですか？ああ、近い未来からお願いします。はい、近い未来は、うん、会社のメンバーが、まあ、わきわいあいとしてた平和な形ができて、一つのビジョンを持った。ああ、そうか。ここでね、あの平和な形っていうのはちょっともしかしたら誤読かもしれないですよ。あの、なんでかって言ったら、コミュニケーションが取れてとかね、協力し合ってとかって、あの、いう表現だったはずで、あの、平和とかなんとかって言ってたのは、この、こっち側の人が語ってた、あの、望みですからね。で、あの、まあ、いずれにしてもです、会社で自分もやりきってる感じがあるし、みんながコミュニケーション取れて、チームとしてこう、機能してると、ね、あの、いうのが一つ目で、そして二つ目は、そのままお願いします。うん。その先？コミュニケーションが取れてて、うん、彼女が、やりきった感を持って、彼女自身の、新しい成功した未来。成功したみたいな。そうね、何と言ったらいいか分かりませんけれども、あの、まあ、この会社のね、次のキャリアとかね、次にやりたいことっていうのに、あの、進んでいってる、そこで何かが起こってる状態ですね。この2段階の未来が出てきてるわけです。さあ、今、皆さんに聞いてみましょうね。はい、この近い未来と遠い未来と、今から描くのはどっちの未来でしょうか。挙手をしてください。近い未来を描くという人、自分がコーチングやるんだったら、はい。はい、ありがとうございます。はい、遠い未来を描くという人、はい、ありがとうございます。それ以外の何かアイデアを持ってるという人います？はい、どうぞ。両方というのはどういうことですか？はい。最初近い未来。うん、あ、だから順番としてはどっちですか？はい。あ、近い未来かってことね。 OK OK、 はい、他何かありますか？クライアントに聞いてみるっていうのがあってもいいんですよ。あの、そういうオプションも常に持っておいてください。で、自分自身がやるとしたら近い未来だけど、クライアントが遠い未来描きたいとか描き始めたら、で、あえてだからふわっと未来ってどんな状態なんですか教えてくださいって言ったら、クライアントが遠い未来に行っちゃうかもしれない。で、そうしたらクライアントにやらせるっていう方針があってもいいんです。で、あの、要はこっち側がどう思ってるかね。で、なんで近い方にするんですか、なんで遠い方にするんですか。あの、それぞれ両方の派閥の人がいましたけど、で、あの、それぞれに理由があると思うんですね。あの、近い方ちょっと聞かせてもらっていいですか。はい、近い方で手を挙げた人、はい、じゃあどうぞ。はい、どうして近い方がいいと思いました？コミュニケーションとか言ってたので、うんうんうん、で、近い未来の方が、うん、そのドルっていう場面を感じやすい。なるほどね。はい、他に近い未来の他の人手を挙げてください。はい、何人かいたさ、はい、お願いします。近い未来が、うん、僕の中では未来プラスで、遠い未来が未来プラスプラスって、うん、うん、で、どうして未来プラスの近い未来から始めますか？近い未来で実現、うん、コミュニケーションしっかり取れているところで実現するのが未来プラスプラスのより良い感じ。なるほどね、あ、そっちが描きやすそうってことね。はい、どうぞ。うん、あ、同じで、まずはその近い未来を具体的に描いてもらって、うん、そこからまた新しいものも出てくるかもしれないから、それを持ってさらに、うん、なるほどね。あの、こういうことね。で、これも一つの考えです。あの、正解かどうかは別にしてね。はい、じゃあ、遠い未来描くって言った人、はい、じゃあどうぞ。はい、やりきった感って言われたので、うんうんうん、遠い未来でもうやれたっていう、うん、ところなんか描いた方が、うん、が何が、うん、本当、え、何がいいんだろうとか、何が起きそう、描いたら、うん、今こうしたらいいっていうところがなんかこう、なるほどね、なるほどね。はい、ありがとうございます。はい、他の方、はい、どうぞ。はい、未来プラスの方、プラスプラスの方が、うん、選択肢が広いに違うかなと思って、うん、どういうこと、どういうこと、例えばもうここのくらいの関わりを短くして、うん、自分も新しい道、うん、なるほどね、なるほどね、うん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 、そうね。はい、どうぞ。それを語った時に、なんかステートがすごく変わった感じが私の中でしたね、うん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 、うんうんうん、なるほどね、そっちを聞いてみたいってことね。で、で、まあ、ほとんどの人は遠い未来聞いたようで、近い未来作りたいと思ってるだろうから、そっち側を先にやって、で、あの、近い未来作ってみたいということで、そしたらそれトライしてみればいいんです。で、でトライしてみると何が起きるかっていうと、それでうまくいく場合もあるし、もしかしたらですよ、あの、近い未来派の人から出てきたかな、まあ、ちょっと近しいですけど、
なんか直感的に遠い未来をありありと描くのは難しそうな気がすると、クライアントのことを見ててっていうのを感じた人もいるかもしれない。で、そういうふうに思ったら近い未来作ってから遠い未来に行ってまた近い未来を描き直すっていうのも全然ありなんです、ステップとしてはね。で、だから何かの仮説を持って試してみるっていうことですよ。で、クライアントさん任せにしてるとなんかコーチングがぐちゃぐちゃになっていくとか、なんか2人でどうしようどうしようってなっちゃう可能性があるから、自分も指針を持っておくね。で、いつでもそれ提案できるようにしておくっていうことです。さあ岩ちゃん、どっちの未来を描こうとかそれ以外でも構いませんけど、どうしますか？はい、はい、じゃあそのままそれをやってください。はい、どうぞ。さあひろちゃん、ここあなたの未来ですけど、何年後ぐらいの未来？何年後ぐらいがいいですかね。何だろう、何年後？3年後？3年後ぐらい、そこのひろちゃん何がどうなってますか、ここで？そうですね、もうあの会社にはいない。いない。お、うん、で、です何をしてます？そうですね、できたらこっちとしても独立してるかな。独立、すごいですね、うん、そうなんだ、はい、独立してるひろちゃんがここにいるんですね、うん、はい、じゃあちょっと向こうを見てもらっていいでしょうか。ごめんなさい、あちらに今の会社で、さあこれは多分乱暴だよね、どう思います？クライアントとチェンジしてみましょうか、はい、はい、さあ岩ちゃん、クライアントになりきってくださいよ。ここの状態から未来ね、じゃあ描いてみましょうって連れてきました。ここは何年後ですかと聞かれました。うん、3年後かなって言ってみてください。どうぞ。うん、3年後かな、はい、3年後、あなたは何をしてるんですか。さっき言われた通りに言ってみて。コーチとして独立してます。あ、そんな言い方してないですよ。なんて言いました？コーチとして会社を辞めて、うん、そうそう、でコーチとして独立してますなんて言ってないよね。はい、どんな言い方してました？皆さん助けてあげて。あ、誰か言ってあげて。はい、どうぞ。できれば独立してたいなって言ってみてください、はい、できれば独立してたいな、コーチとして独立してたいな、うん、できればですよ、できればね、全然違うことでしょ、コーチとして独立してますというのと心の状態が。でコーチにこう言われるんですよ。あ、コーチとして独立しているあなたがここにいるんですね。まずこの段階でちょっと違和感がありますね、自分はそれは言ってないから。でその上で振り返ってくださいと、でここから見てどう見えますかって言われても、ここになりきれないんですよ。でこれ残念ながら魂が入ってない状態です。で、だからこれは多分機能しないんです、残念ながら。もしくはすごい思考で上滑ったコメントをここに対してするだけです。だから体験を作る。でどうですか、これを見たときに、もしかしたらですよ、近い未来を描く派の人からしたら、やっぱり近い未来を描いた方が、そこから遠い未来に行った方が簡単そうかなって思えるような、やっぱりここのね、ふわっとした遠い未来のふわっとした漠然とした感があるんですよ。だからここは結構パワープレイでですよ、しっかり作るということをできないとなかなか難しいかもしれないですよ。ここを使って何か起こしていくっていうのがね、だからぜひこういうことから学ん でやってみて、ああまた近い未来に行ってから向こう行った方がいいなとかね、もしくはここでもっと気合い入れて、私とかはそういうこともしちゃいますけどね、いいねって、コーチとして独立、例えばどんなクライアントさんと一緒にいるのとか、どんなことやってるの、ああいいじゃん、ちょっともうちょっと教えてとかやりながら作ってって、その時はコーチとしてどんなことやってるとか、何を大切にしてると、他のコーチと何が違うの、じゃあちょっと目の前にどんなクライアントさんがいる、その人に話しかけてみて、こうだこうだって、じゃあ例えばさ、こんなクライアントさん来るよって、会社でみんなうまくコミュニケーション取れてなくてって、その人にはどんな風に関わってる、この時の自分はとかって、これやるわけですよね。ですごいやれたなと思った瞬間に振り返ってって、さあここの自分のことをそこから見るとどう見えると、こうやるわけですよね。でそうしたら何かが起こるかもしれない。でそれは今のとは似て非なるものだっていうことですよ。で要はクライアントの中に入って、でクライアントが今これできるかできないかとか、クライアントとして感じるっていうことね、これがすごく大切なことです。じゃあちょっと隣の人と感想ですよ、どうぞ。